ません、はい、あの敵兵の顔あの振りをしてます。振りをしているの、これがあのミーアキャットと言われている。ミーアキャット、ちょっとやばい、まあ、監督だけが言ってるらしいですけどね。そうです、あのね、これ立つと見つかるんですよ、敵がいると。だから首だけ伸ばしてる、うん、そこがミーアキャットなんです、はいね、まあ、ここで降りてもどこで降りてもいいですけど、まあ、今探してるんで、はい、これあの質問としてはおかしいかもしれないですけど、このまま乗ってるとどうなるんですか、はい、乗ってると、ええ、まあ、どっかで止まりますし、そのまま乗っていくと、まあ、敵の駐車場なんで、ええ、やばいです。やばいです。今ね、黒髪の男いたんで、ええ、あいつちゃうかっていうことで今降りました。いやいや、そんな簡単に見つからないですよ、はい、でちょっとアイドロイド開けてみますね、はい、でマークした敵兵が三角ですけども、はい、その右上の手前のやつがさっき見たやつなんで、ほうほうほう、そこまでちょっと行ってみます。なるほど。あれもリアルタイムで移動するとあそこに反映されてますから。あ、なるほど、うん、はい、で双眼鏡でマークしました。やっぱりあの監視所の人は見られる可能性があるんで、はい、あらかじめ麻酔銃で、はい、まあ、夕方はサーチライトはないってことですもんね。そうですね、でも夕方の方が見つかりやすいですね。見通しが効くからってことですね、はい、太陽の光も綺麗、敵の視界も明らかに長いですから。はあ、はあ、はい。そしてここから、うん、わ、私これね、あの絶対レッツがうまいんで簡単やと言われてますけど、ええ、そんなことはないです。もうあらゆるところに敵がいるんで、ええ、まあ、ゆっくり行った方がいいでしょ。で、そうですね、あの前にいるマークしたやつが先ほどのやつなんで、ちょっと顔を見に行って行きたい、あ、見に行きたいと思います、はい、で、まあ、警戒しながら、あの髪が黒い男だったら合ってるということですね。まあ、そいつなんでちょっと確認しないとわからないんで、うんうん、あそこにいるやつですね。またこう顔を見せないわけですから、まだちょっと後ろですね、行けずね、回り込んでみます。はい、実はこの男の人ですね、はい、LA スタジオのアニメーターのブライアンさんという人のキャプチャーしてますんで、実在の人ですね。そうです、顔はそのブライアンの顔です。どれどれ、で体はちょっと違いますけどね、はいはい、ブライアンちょっとダラダラしてる、はい、うちのスタッフはこのようにいろんなところに出てます。あ、そうですか、はい、出たがりが多いと聞いてますけど。ね、もうね、もう順番ができましたから。ブライアン、はい、はい、ブライアン、はい、で、まあ、スパイなんで誰に見られてかわからないんで、はい、まあ、普通に、うん、敵と見なして一応やるんですね、はい、でここで、尋問を押すと、まあ、いろんな情報が来てます、はい、テープに入れた。で要はですね、彼が持っている情報を、まあ、ここで言ってますけど、テープに録音したと、はい、でテープを取ってこいと、いうことで、その一緒、あの場所は、うん、あのこういう尋問すると、うん、自動的にそのアイドロイドにマークされるんです。あ、そうなんですね。で本編に関係ないやつとかもあるんですよね、敵兵にどこどこ あのなんとかという武器はここにあるっていう情報を得たら、はい、そこにマークが入って、それ取りに行ってもいいわけですし、うん、あ、本編の途中に、ね、だから尋問は楽しいです今回。なるほど、尋問が楽しいって、はい、新しい締め技ですね。これ締め技ですね、大森さんに教えていただいた。わお。で、まあ、一応隠して彼もやっぱりスパイとして生かしておくんで、うん、あ、なるほど、疑惑がかからないように隠しておきます。なるほどね、それはそうだ、はい、で、うん、これがそうですけど、先ほど、はい、彼が白状したところにマークが四角い、はい、ここですね、黄色い四角、ここにあるって言ったんで、ここに、はい、ここにマーク自分ですると、はい、あのマーク出ましたね、あの出ましたね、ゲーム画面にあっちの方向にあるっていう、はい、おー、これ彼が言った場所っていうのはあっちの方向なんです。あはは、当然アイドロイドで確認してもいいですし、ゲーム画面で確認してもいい。ああ、いいですね、これは助かります、はい、あれで行くと。そうですね、こっちの方で今こっち上の方にあるのかな、ちょっとあの今、うん、走行車通ってましたんで、はい、隠れてます。さあ隠れて見つからないようにね。そうですね、前方にまだいますね、はい、マークしてますけど、この辺りはやっぱオープンワールドですから、マーキングはちょっと、はい、結構重要な感じになりますね、絶対重要。この人どうする、まあ、CQC で、はい、はい、ですね、はい、はい、まあ、隠さなくてもいいでしょう、ここはね、ま、うんうん、っすぐあの方向です、あの あそこがそうですね、多分あちょっと2階建てみたいなところですね、まあ、カセットテープがあると、はい、でこの辺ちょっと敵の基地なんで、ね、うん、焦っちゃダメですよ。そうですね、まず、はい、マークしました。あ、2人います。で前方に1人いるんで、これ、うん、非常に厄介な2人同時、おお、連続 CQC、はい、言わないんですよ、ね、あの今回言わないですけど、す気持ち的には連続 CQC。 じゃあ心の中で叫びましょう、いっぱい訓練しましたから、はい、で、まあ、こいつあの奥にあるんですね、はい、で今ちょっと麻酔銃で
眠らせます。これ簡単なようで結構難しいんです。難しいですよ。あの落ちるんですよ、麻酔銃って。ゲージが赤いときは直線飛びます。それ以上あの離れてると落ちるので、はい、落ちるのを見越して今彼は撃ってると。すごい。あのさすがレッツ。レッツですか。あ、これがそうマークしたやつ。ありましたね。はい。でここに皆さん見たことないでしょ、これカセットテープ。ありますよ。これソニーさんのカセットテープ。ちゃんと許可を得てます。許可をちゃんと得て。はい、カセットテープやったー、入手できました、はい、入手しましたね。お、入手した。で、今からヘリを呼んで脱出します。はい、やっぱりね、はい、ミッションコンプリートは脱出しないといけないんで。そうですよね。今、今度は最高級カスタムのどこに呼ぶかっていう、ちょっとこれ聞いてみましょうか。非常に高価な機体だ。おかげで今年はもうそれ一機でカラッカラだ、うん、あれだからか、だから今年はブースがないのか。おお、すごいですね。なるほど、そういう意味が内部事情を、内部事情がすごいこと、いろんな秘密が入ってたんですね今ね。先ほどアイドロイドでヘリを呼びました、はい、で今回は最も危ないところを呼んでみました。ほうん、あの本当はもう海岸沿いとかを呼ぶと、はい、あ今見つかりましたけど、おお、これそこまで運んでいくと、はい、まあほぼ間違いなくヘリは落とされずに来るんですよ、はい、まあでもちょっと今日はちょっとアクションな的な、はいはい、おこれは新しい CQC。 おお、はい、殴りがなんか半端なく痛そうですよ、で、はい、なぜか狙撃銃があるんで、ありますね、これをちょっと使ってですね、取って、まあ、レッツさんはやってみるわけです、はい、後ろにしようんですね、はい、あの無反動砲とか長いやつは後ろにしております。かっこいい打ち方、今こんなところにも登れちゃうんですね。あ、まあそうですね、はい、でもこんなところ登ると当たるんで、はい、ボールさん的には怒りますから、なんで今登っちゃったんですか。あんまりこんなところ打ったらダメですよ。おー、ゲームとしてはいいんですけど、お、はい、当たる当たる。あ、レッツ、あ、もう降りた方がいいですよ。あ、来た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 、もうヘリ来ましたよ。こんなとこ来たら絶対落ちますね。はい、これ無波動砲とかで落とされるってことですよね、すぐ。ヘリも。あ、そうです、そうです。あの画面にもほら、これはちょっと打たれてるんで、これインターフェース、はい、すごいですね。これ何、あ、まあ、これ打たれてるということですね。なんか焼けてるみたいですね。焼けてる感じがしますね、まあ、フィルムが焼けてるイメージですね。はーはーはー、はい、これ CQC で、はい、レッツ、あの結構撃たれてますよ。敵の銃奪いました。あれ、今色が変わりましたよ。これね、もうちょっと行くとやばいよという。あら、大変大変、はい、ちょっとね、まあ、敵の銃で撃ってます、弾が持たないから敵の銃で撃ってます。ほうほう、でもこの敵の銃掘りました。ほんで間違って今ハンドガン使ってますよ。大丈夫ですか。大丈夫ですか。もうヘロヘロなんでね。おいおいおい、はい、でどうすんの、どうすんの。ヘリも来てるんで、左側に早く行きたいですよね。あ、ヘリ、あのやばいですね、撃たれてます、撃たれてますね。ヘリヘリヘリ、あら、あら、メイデイメイデイ。ただでさえカラッカラなのに、あのね、グランドゼルスは事情があってヘリ1機しか来れないんですよ、はい、あら、ということは、これもヘリでは脱出できない。あら、で、まあ、カズが言ってますけど、陸路でミッション圏外まで行きます、はい、まあ、結構危険なんで、危険ですよね、まあ、使わないですね。でも本編はあれですよ、はい、あの自分の基地でいろんなもの作れますから、ほあのそれぞれのヘリコプターいっぱい呼べますんで、うん、あ、よかったよかった。あのスネッツさんは座ってると体力が回復するって、まあ座ってるというか座ったりとか、ね、はい、しゃがんだり隠れたり、で、はい、重傷っていうのを負うと、はい、あの関節外れたまま走ったりします。でそれもどっか隠れると勝手に自分で直してくれます。マジですか。ただ走り回ってるとそのままです。あの塗ったりもします、自分で。自分で塗ったりもする、はい、色が変わり、戻りましたね。そうですね、めちゃくちゃアクションになってますね、これ。ねえ、レッツさん、ちょっとあれですね。はい、撃ってます。あ、なんか、まあ、でもいい意味ではアクション面でも戦えるってことですもんね。そうですね、ちょっとラッキーなものを見させてもらった感じが。でもね、うん、ダメですね、あの装甲車来たんで周りには勝てない。これはちょっとどうします、どうしましょう、
ネッツさんなんか考えてないような顔してますけど、いろいろちょっとくるくる回りすぎじゃないですか、大丈夫ですか。なんか海に誘い込もうとしてます。飛び込む気か。ちょっと逃げてますけど、後ろからよく危ない危ない危ない、はい、すごいな、まあ、あの無反動砲持ってたら戦えるんだけど ね、 なんという勇気がある。ただ走ってるだけですよ。いやいや、ちゃいますよこれね当たってるやねんか。ちゃんと作戦あるんですよね、まあ、はい、C4 で、C4 セットします。あ、よかった。多分上を通過するときにスイッチを押そうという。なるほどなるほど、ね、これなおーおーおー、まあまあまあ、まあ、よかった。まあまあですね、はい、でまあ逃げなあかんので、ヘリ来ないんで、はい、ちょっとその車があったんで、ここで逃げます。何でも車には乗れるんですよね。車は乗れますね、うんうん、あの本編はもっといろんなことになってる、ね、乗れる。あ、まだ撃たれてる、はい、やばいですね。まあどんどん集まってきますんで。そうですよね、まあ、見つかるか。あらららら、はい、あ、無反動砲、無反動ですね、持ってますね。あれ奪ったら使えますけどね。あれ使えるんですか、はい。でもその間に、まあ、ちょっともうやばいですね、早く逃げないと、と、はい、そうですね、はい、とりあえずこう、おお危ない危ない危ない、あれは降車砲、降車砲です、はい、とりあえずミッション圏外まで行くと、はい、ただちょっと柵が続いてますね、これ。あ、はい、あ、でこれ無理じゃないですか。バリケード、バリケードだ。無理、まあ、これはお約束ですよ。おお、かっこいい。まあ、あのここチュートリアルなんで、うん、まあ、島なんですけど、まあ、こうミッション限界まで行ってもクリアできると、うん、いうことですよ。かなりこっちはおすすめできません、うん、絶対死ぬと思う。よし、なるほど。機密情報の内容は本編に期待しよう、はい、ありがとう、サンキュー。先ほどのブライアンの位置とかも